なあ、ジェシカ、あんな絵前はあったっけ？バトラが来てた頃にはあれはかけられてなかったっけ？マリア知ってる、ベアトリーチェ。魔女だよ。魔女って、この島の？ベアトリーチェはいる。魔女はいる。私の余命もそう長くはあるまい。息子たちは私の遺産がいつ転がり込んでくるかをうろうろ待つハゲタカばかりだ。マリアちゃん、それは何？当家顧問錬金術師のベアトリーチェと申します。ある条件とともに莫大な黄金の対応をいたしました。おいおい、後宮家の隠し黄金の話か？そして利息として後宮家の全てを頂戴できるというものです。犯人は室内に入らずに犯行に及んだ。魔女の前に扉の鍵なんて何の役にも立たないんだよ。わらわは本当の密室を生み出している。そんなわけねえだろ。真実を語るとき赤を使うことにする。ベアトリーチェという名の愛人を隠れ住まわせていたのではないかとみんなは疑っている。生きてるはずないの。ベアトリーチェは私が殺した。死者からの手紙か。チェスバンをひっくり返す。後宮金蔵はすでに死亡している。全員が金蔵の存在を認めた。後宮金蔵教のおなりであります。相変わらず罪もない人々をもてあそんでいるようですね。それが遺言かよ、ぶっぱなせ！バックランクメイト、安らかに眠りなさい。いつまでこんな魔女の茶番に付き合ってるつもりなの？ひざまずけ。わらわを認めれば全ての謎に決着がつく。ああダメだぜ、全然ダメだ。良い心意気だ、後ろ宮バトラー。海猫の泣く頃に、魔女と推理のロンド、12月16日発売予定。